巨人 OB の広岡達郎氏は、解雇は免れられないが、禊を終えた後に球界復帰できる道筋は残してやってほしい。巨人入り確定やん。巨人、あ、巨人で復帰やね、期待してるで。さすがは我らが巨人軍や巨人軍もファンもこうじゃないとあかん。犯罪者といえば巨人。中米あたりで細々とやればいいじゃない。これで解雇？はいはい、広岡広岡。野球界のために黙っててくれ。でももう山川って31やし、高木京介みたいに若かったらまだわかるけど、年齢的に一回野球離れたらもう戻ってこれんやろ。5年刑務所に入ったら痩せて小綺麗になって俊足高打タイプになってるんちゃうか。相当処分を求めるって言っても、別に軽くなるわけじゃないんやろ。NPB から追放でええやろ。どこの球団行っても印象良くなるわけないし。こんなんで解雇されるんか、山川アホだな。そもそも雇用関係にないから解雇って言い方がおかしくて契約解除やろ。ちゃんと刑期を得たら別に何の職についてもええけど、実戦から何年も離れてる引退間近の年齢の選手はいらんやろ。不起訴で罪に問われてないとかならともかく、広岡とかいう犯罪者じゃないのに犯罪者以上に嫌われてるやつ。そもそもまだ計画停止でへんのにこんだけ言われるってかわいそうやな。選手としては年齢的に厳しそうだし、そこを悪いのをコーチで雇う理由ないやろ。仮に1年懲役として、1年間ろくに運動もせずにガリガリになった33歳の山川欲しいか？その期間プロの球も見てないから肉体的に衰えてなくても、フォームとか戻すのに1年近くかかるやろうしな。31で野球1年離れたら野球人生そこで終わり。まだ償いもしてない段階で道を残すも何もないやろ。償って反省して改心してから戻れるようにするかどうかの議論やわ。改心して償えば、道は用意してますってのは禊とは違うような順序が。しっかり刑務所入って禊を終えてからやね、野球をすることは全く禊ではない。でももし巨人が取ったらブチ切れるんでしょ。